混迷する世相を反映して雑誌の特集や解説書の出版が相次ぎ、再び大ブームの兆し。心の時代を迎えた全ての日本人に送る映像の経典。何があったんですか？ほっといてくれ。あのお経は？あ、般若心経の度経です。般若心経。自殺を試みた男と心を閉ざした女、深い傷を負った二人がたどり着いた深遠な教えの世界。そろそろ始めましょうかね。お釈迦様って知ってるよな？それは1300年の長きにわたり何度も爆発的な流行を巻き起こした最も有名な経典、般若心経。お経はドラマ仕立てになっていることが多いが、この般若心経もそうだ。観音様が人般若波羅蜜多という深い知恵の修行を行われ、ご恩が皆空であると照らし見られた時、苦しいと宗教に頼ろうとする、信じてた奴に裏切られて全て失った。あらゆる大災難が降りかかるたび、多くの人々の心の支えとなってきた262文字。その教えをより身近に感じるドラマ仕立ての画期的入門編。人間の存在は実は空であるということになるが、意外なことに般若心経に空とは何かについての説明はない。仏教研究の第一人者、前大正大学学長小峰道彦氏を監修に、大ヒットアニメ「アキラ」の橋本伊蔵を脚本に迎えて届けるヒューマンハートプログラム。心の宇宙、般若心経。2012年3月2日発売。般若心経へのさらに詳しい解説を特典映像として収録。